はい、どうもこんにちは、高橋勝です。今日も、散らかってますけども、私の作業部屋からお送りしておりますが、今日はね、実はリクエストがあって、まあ僕の曲オリジナル何曲かあるんですけど、ファーストアルバムに入っている中で、ゲットアップっていうのと、まああとクローサーっていう曲かな、リクエストがあったので、それをライブバージョンでお送りしたいかなと思っていたりします。ということで、まあそれをゲットアップに関しては、あのね、カラオケがないのね。だからまあまあライブバージョンでお送りしたいなと。まずドラムが、浜崎あゆみとか関ジャニのツアーでドラムを叩いている浜崎大地くんです。そして、ベースがなんだっけ、谷村新司さんとか渡辺真知子さんとか、まあキャリアの長い方なんですけども、岡隆さんで、キーボードピアノが、荒川徹くんという、もう僕が一番好きな、ミュージシャンでお送りしておりますけどもね、そんなわけで、ぜひぜひゲットアップを聴いてみてくださいということで、気に入ったらね、チャンネル登録とか、いいねボタンとかよろしくねっていう感じで、まあまあ後半の方の話なんですけど、そんな作業もしといていただけたらなと思いますけどもね、圧巻ですよ。ちなみにゲットアップなんですけど、もともとは結構ね、もう20年ぐらい実は前の曲で、でドラマーの友達っていうか知り合いに、自分のこう叩いてるデモを撮りたいと。で、デモを撮るにあたって、そのどんな曲がいいだろうって相談されて、曲を書い、僕が作ってあげるから、例えばそのいろんなもの、素養が入った、例えばファンク系なものとかロック系なものとか、そういういろんなこう要素が入った曲を作ってあげるから、それを、その一曲を聴けば大体この人はどれぐらいこう叩けるかなとかっていうのが分かるようなね、曲を作ってあげるよっていうので、そもそもゲットアップはできた曲なんですよ。まあまあそんなわけで、僕のアルバムに入ってるのは実は打ち込みのドラムなんですけど、はい、その人が叩いたやつじゃなくて、まあまあ、そんなわけで、そういう経緯でできたそのゲットアップでございますけども、これがなかなか盛り上がるんだなということで、2019年の9月に氷上でやったライブをお送りしたいと思います。じゃあよろしくね。こっちか、はい。Thank you.